おはようございます、おはようございます、おはようございます。現在3時9分でございます。まあ、度がつくほどのど真夜中でございます。もう僕もちょうどもう一息ついて、まあ、寝ようかなと思った矢先に、なんかアップデート情報が来てるじゃないですかとなるだけ最速頑張りますということで、早速内容見ていきましょう。まるで何言ってるかわからん。だけどご安心ください。我々には Google 大先生がついております。はい、Google マジック。はい、ということで、ガッタガタですけども、ちょっとだけ訳されました。ちなみに、新キャラのティックが、英語だとダニって意味になるので、全部ダニに変換させてちょっと面白かったです。ここに今用意してあるのは、レディットに上がったアップデート情報を一回 Google 翻訳で日本語に直して、ガッタガタの部分を僕が手直ししたようなものがこちらになりますと。まあ、上から順次確認していきましょう。まず上から新キャラティックについて、4000で利用可能になりました。主な攻撃最初何言ってるかわからん多分地雷っすねこれは。でティックの主な攻撃は敵との接触でまたちょっと時間かかって爆発するやつを発射しますと。ブロスタートークをご覧になられた方はもうイメージついてるとは思うんですけども、棒のウルトみたいな感じを通常攻撃でやれるっていうタイプで、個人的にはなんかゾーニングっていうんですかね、敵と自分の距離を常に取ることができるから、割となんかそういう支配系に関しては強いと思う。だけどそういう反面近づかれたら終わりっていうのも多分あると思うね。でスーパーアタック、まあスーパー技かヘッドファースト。ティックはエリア内敵をダメージを与えるホーミング発射体として頭を発射しますと。発射発射、これ多分ホーミングだから多分追跡するんだろうね、壁の後ろ側とかも。まあ頭を投げてそれがついてくんだけど、まあ攻撃すれば破壊できるよっていう。通常攻撃が早い気には当てづらいんじゃないかな。逆にモーティスとかどうなんだろうね、その場で爆発すんのはい、次スタッパー。よく油を塗った。うん、直訳良くないね。第二の自己再生2秒早く始まります。これは結構強いんじゃない？時間経って自動回復するのが、ダニ2秒早い。結構早いよ、2秒って。自動回復始めるのは確か3秒とかじゃなかったかな。そう考えると1秒で回復する。まあ、それなりに強そう。で、はい、これ、次。ニュースターパワーズ。いやー、これだいぶみんな待ちかねたでしょ。すべてのブローラーは新しいスターパワーを得ています。それは夏の間に全部解放されますと。お楽しみに。一度に装備できるスターパワーは一つだけ。で、彼らは、まあ、ブローラー選択スクリーン、またはメインメニューで装備することができる。ああ、メインメニューってことは、多分あれかな？ホーム画面でも、スターパワーを付け替えるようにはできるってことかな。で、まあ、乱闘ボックス。物騒だな。まあ、ブロスターボックスとショップオファーで利用可能と。手に入るんだよっていう。で、これが下、僕が頑張ってね、直訳しましたよ。あ、直訳でガッタガタになった分をね、うまーく帳尻合わせるように頑張って直しました。早速見ていきましょう。シェリー。バンドエイド。体力が40倍以下の状態になると、即座に完全な状態に戻ります。バンドエイドは20秒でチャージされると。これ映像の中でもちょっとチラッと映ってたんだけど、通常攻撃のリロードのゲージ、それの下になんか新しくビビみたいななんかゲージが追加されてたんだよね。それを見るに、あれめちゃくちゃ時間かかるけど全回復するってことでしょ。強くね。マジ。いやでもね、ちょっと Google 翻訳だから俺あんま信じてないんだよね。英語できればよかったで次ニータ。ハイパーベア。ニータのベア攻撃が速くなる。通常攻撃が速くなるのか。今のニータって確かあれだよね、クマが殴ったやつが自分も回復するし、自分が殴ったらクマも回復するっていうのがつながり系だったけど、完全にもう単、あーそういうことか。ニータの攻撃速度じゃなくてニータが出すクマの攻撃速度が速くなるんだ。遠距離収容のお知らせボッコボコにしばかれますよ。次コルト。マグナムスペシャル。コルトの通常攻撃範囲と弾丸速度が 10% 増加しました。
1.1倍。まあ、若干太くはなるって感じだね。それでもコルト当てづらいからな。まあ上級者向けって感じでしょうコルトは。はい、次タフガイ。ああ多分あれかな、 30% ダメージを軽減するシールドウェルって感じかな。ブルーがもともとは攻撃速度が上がるってやつだったけど、違うな、リロードか、リロード速度が上がるってやつだったけど、よりガード寄りになるというか、なんだろう、芝の対決強そうっていう芝ブルがなんか猛威を振るいそうなスターパワー持ってんな。はい、次ジェシー。ショッキー、タレットが敵の間で跳ね返るエネルギーオーブ打ちます。強いのか。あーでもあれか、タレットがあのパッ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 って打つのよりもなんか一発ポッて打った感じなんだから、まあそれはそれで。ジェシーのあの、ああでもそうか、1個しかつけらんねえから、あの経由するってのができなくなっちゃうのか。どうなんだろうね、面白そうではある。ハイブロック弾増えます、以上ダイナマイク、ウルトのダメージが1000増えます。はい特に言うことなし、より高火力になったんで相手ぶっ飛ばしてくださいと。ボーノックバックの代わりに2秒間相手をスタンさせる。めちゃくちゃ強くない？めちゃくちゃ強くない？ 2 秒でしょ？フランケンと同じじゃない？多分。おっと、これは、割と棒のやつぶっ壊れじゃねえか？ちょっとぶっ壊れ候補としてメモっておきましょう。エルプリモ。スーパー技、まあ、ウルトを使った後、エルプリモが5秒間 32% スピードアップしますと。相変わらず、脳筋。殴り合いしろと。まあ、32%、1.3 倍。多分、レオンが消えた時よりも全然早いんじゃない？怖っ。最速で襲っていくんじゃん。で、バーリー。エクストラノキサス。通常攻撃の、あの、ドットダメージ。まあ、あの、広がった時に出る炎上ダメージって言えばいいか。あれのダメージが追加されるよっていう。で、ポコ。おーっと、1200のダメージを与える。回復を捨てた。結構あれじゃない？ポコ一発800とかじゃなかったっけな、通常攻撃で800800800とかで、でかつでも射程がウルトの方が長いから割となんか痒いところに手が届くって感じなのかな。ただ回復ができなくなるからどうなるんだろうね。それともこれあれかな、回復についでにダメージも与えられるようになりますよって感じになるかな。まあその辺ちょっとGoogle 翻訳なんで。あんまり信じないでください。はい、次、ローサ。どっか行け。ローサのパンチはスーパー中にプラス200ダメージを得ます。まあ、通常攻撃強化かな。なんか、あんまり強そうっていうわけでもないね。なんか普通の草入って回復する方が強そう。で、リコ。ローブリタレット。体力40%だったら 34% 秒速度が速くなると。あー、リコの、どうなんだろうな。反射弾打てる。足速い方が調整しやすいから、いいのかな。割と排水の陣みたいな感じで戦う。難しそうだな。まあ、いや、ダリル。ウルト使うとリロード。弾3発。まあ、強いのか？まあ、でも即座に3発だから。ただ打って打って打ってウルトってすぐに攻撃に戻れるかっていうと、まあ、近くに壁とかがないと戻れないから戦線復帰すぐできるってわけではなさそうだから、またちょっとまあなんだろうな、味方に駆けをつけるとかそういう時にいいかもしれない。はい、次ペニー。大砲の砲弾が3秒間火をつける。あー、あれか、あの、ウルトで置く大砲が、バーリーの攻撃みたいなんだ。バンって打って、着弾したところを3人。どれくらいの大きさだろうね。ブロックとか、通常攻撃のスーツ、やつぐらいなんかな。ブロックの通常攻撃ぐらいの範囲なんかな。まあ、これもちょっと、まだ分だけじゃわからないから画像が出ることを待ちましょう。はい、次、カール。カールがウルト使ってる間、受けるダメージが 30% 減少します。あれ？
R ってさ、なんか売る途中壁壊せるようになるみたいなの見かけたんだけど、それじゃないのか、なんだろう、本当に。なんかよくわかんないけど、まあそういうことなんでしょう。でもまあ 30% 減だから、よりインファイトがしやすくなったんじゃないのかな、のかな。接近戦強いよ多分。エリザベス、スナッピースタイピング。海外版だとあれなんですよね、あ、エリザベスとかじゃなくて名前パイパーなんですよね。僕最初ピペルって呼んでましたけど。で、エリザベスは、あ、自分の通常攻撃が当たった時に 0.5 弾ってことは、あれか、まあ、リロード時間の一発分の半分回復するよって感じか。元々があのより火薬特化型だったけど、攻撃を回すって感じでは割と使いやすくはなりそう。でもまずスターパワー10っていうのが遠い。で次パーム、パンワンパン、マムスクイーズ。ヒーリングタレットは今度から毎秒300ダメージで敵にダメージを与えます。あー、なるほど。多分タレット投げた場所のあの自動回復って言えばいいのかな、毎秒300と回復してたやつ、あれがダメージに変わるって結構厄介っちゃ厄介だけど、ただ回復できる方が強そうな気はするな。どうだろう、フランク、スポンジ、1000の減らされます、微妙。ビビバッティングスタンス、通常攻撃 の、 あのホームランバーがチャージされている状態だと、まあ、30% シールドもらえると、ダリルみたいなもんか。これ使いやすくなるんじゃないかな。でモーティス出た、俺が勘違いしたやつ。モーティスがダッシュバーを手に入れましたと。バーが完全自伝されるとダッシュエンジンが 100% 増加します。あー、つまりあれか、たら、あー、出た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 、俺がこれ Google 翻訳ガッタガタすぎて俺がもう 涙流したやつ。立体的な入り口を開きますね、なんじゃ。まあ、多分だけど、ウルトで出てたあのタラの分身って言えばいいのか、あれが攻撃じゃなくて味方を回復させるようになるって感じなんじゃない。だとしたら結構強いけどね。あれ敵の方に勝手に向かってったから、なんかおまけ程度に感じてたけど、味方の方に走ってってくれるんだったら、わりかし便利そうだけど、もしかしたらこれ影のあの人形っていうか分身じゃなくて、あのパムのフィールドみたいになりそうな気もする。パムじゃねえのこれもはや。どうだろう、ヘジン、パッドオンザバック、スーパー技をチームメイトにぶつけることで2000の対抗回復させる。今までは近くにいたやつだけだったけど、こうその代わりにウルト打ってその通過点にいるって感じなんかな。さすがに味方引っ張りはしないだろうしね、多分通過点って感じだとは思う。スパイク、カーブボール、これ俺一番楽しみにしてる。スパイクの通常攻撃は曲線を描くように飛び、ターゲットを攻撃しやすくなりますと。あの攻撃しやすくなんのかな。曲がるってことでしょ。まあ多分月型って言えばいいか、あの三日月の形で飛んでくって感じだと思うけど、逆になんか使いづらそう。右なのか左なのかもちょっと気になる。黒、これね、 Google 翻訳が敗北しました。僕では訳せませんでした。なんだろう、攻撃とスーパーを使って100のダメージを 50% 以下のヘルスを持つターゲット、ホトトボットを含むに与える。多分だけど、あの通常攻撃とあのウルトにあれ毒のダメージがあったけど、あれを 50% 以下の敵にはプラス100のダメージを与えるって感じなのかなって気がする。より体力の少ない敵に当てたらダメージが増えるみたいな、多分そんなんじゃないかな、多分そんな気はする。でレオン、これ強い、ウルト中毎秒600回復。これやばそうだけどね、何よりもやばい気がする。600でしょ毎秒。レオンなんて体力そんな多い方じゃないから、多分8秒とかすれば全回復しちゃうんじゃない。でティック、
これあれか、一番最初のやつとはまた別のやつってことか。ティックもともとのやつが自動回復が早くなるってやつだったけど、今度リロードの時間が短くなるっていう。はあ、なるほどね。で、以上が、まあ、スターパワーでしたと。いやー、こう見るとあれじゃない？どうなんだろうなー。でもスターパワーそのものがまだそう簡単に手に入るもんじゃないから、こう2個選べるようになりましたよってなっても、始めたての人たちからしたら割と無縁なお話だから、個人的にはね、レベル関係なしにもうパワー1とかでも手に入るようになりますよっていうようなやつがあると個人的に嬉しかったかなっていう。そうすればね、もう初心者でもやった、手に入った、もう使えるみたいな、そういう喜びも得られるんじゃないかと。はい、ということで、まあ、下にもね一応まあまとめたやつはあるんですけども、まあこれはツイッターなりまた続編出るかどうかわかんないけど、そちらの方でやろうかなと思ってます。僕は寝たいです寝かしてくださいということです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。まあ、分かりやすかったかどうかはまあ別として、参考になったという方はグッドボタンなりコメントいただければ、もう僕としてはモチベーションを保てます。夜中に起きた甲斐があるってもいいよということで、それではアップデート楽しみにしましょう。